ュースです。みひろさんが iPhone 12 Pro Max を購入し、朝から大変テンションが高い模様です。その様子をお伝えいたします。うわー iPhone 12 Pro Max が我が家に届きました。今日から私は最強になります。こんにちは、みひろです。今日は iPhone 12 Pro Max がお家に届いたのでアンボクシングしていきたいと思います。この動画では開封とアクセサリー紹介、そしてデータ移行、そしてなぜ私が iPhone 12 Pro Max にしたのか、まあ、大きいのが好きだからっていう理由なんですけど、それについて、そして私が今まで使ってきた iPhone 7 Plus との写りの違い、私がよく使う Instagram と YouTube を比較してお見せしたいと思います。そして最後はまとめをご紹介いたしますので、好きなところからご覧くださいね。今までは私は iPhone 7 Plus を使っていたので、しかもその頃は格安 SIM とかではなくて au から買っていたので、なんかこういう感じで SIM フリーの機材をこうやって自分で買うのは初めてです。これが今までの iPhone 7 Plus ですね。入ってます iPhone。 これどうやって出すんだ。お、来ました。すごい重いです。すっごく重い。イエーイ、開けますよ。めっちゃ綺麗じゃないですか。で、私はここのね、縁がめっちゃキラキラなんですよ。で、こうやって持つとすぐ指紋がついちゃうんですね。で、私は指紋をつけずにこのままケースに入れたいので、ここから手袋をはめさせていただきたいと思います。手袋を使って開けます。もうちょっとね、大切に使いたすぎて指紋つけたくないんですよ。おー、重い、めっちゃ重いです。ちょっと重すぎ。なんか高級な金の鉛を持ってるような感じです。すごい。ペリペリしますか。ペリいきますよ。ちょっとすぐケースとガラスフィルムを貼りたいので、ちょっとこちらに失礼します。ケースはこれです。 iFace のリフレクション、こちらを購入しました。はい、これがケースです。先にガラスフィルムを貼ってからケースにはめたいと思います。これはアマゾンで買ったガラスフィルムです。アマゾンにはすごい桜のレビュー、やらせのレビューっていうのがたくさんあるっていうふうに言われて、私はこの桜チェッカーっていうのを使って、あまり桜のレビューが少ない、あまり桜のレビューがないものを買ってます。今回はこれを買いました。まずは先にガラスフィルムを貼っていきたいと思います。
これ OK だね。見てください。気泡もゴミもなく入れることができました。やっとケースに入れていきたいと思います。はめるの怖。どっからはめんの？これどうやってはめんの？めっちゃきついんだけど。どうしよう。説明書をちゃんと読みます。ちゃんとケース右上から入れてください。まずは右上のカメラのとこから。ちゃんとはめて。あ、2個目。3個目。おー、ちゃんと入りました。すごい。結構カメラの部分も、まあ、ギリギリですね。あー、ちゃんとよかった。指紋1個もつけないままちゃんと綺麗にケースに入ってよかった。嬉しい。ちょっとこの状態めちゃくちゃ重いですので、一回測りで測ってみますね。284とこれが今私が使ってる iPhone 7 Plus でなおかつケース入りなんですけど 234g でした。ですので 50g ぐらい重くなったってことですね、まあ、50円玉1つ分ぐらい重くなったっていう感じです。もういいかな、手袋外して。手袋外します。うわー、すごい大きい。大きいです。なかなか持つのが大変。めっちゃ重いな、これ。じゃあ、電源をつけていきたいと思います。転送が完了するまでもう一本の iPhone を近くに置いて電源に接続しておいてください。え、すごい、残り、あ、どんどん増えてってる。残り時間58分、1時間、1時間ぐらいこっからちょっと放置です。はい、移行が完全に終わりました。この黄色い方が iPhone 12 Pro Max で、こっちのピンクの白っぽい背景の方が iPhone 7 Plus になっています。私がなんで今回 iPhone 12 Pro Max にしたかっていうと、私はやっぱり大きい画面が好きなんですよ。なんでかっていうと、普段から Instagram とか YouTube とか、それ SNS のを見るのがとにかく大好きなので、大きい画面が好きです。このサイズ感に持ち慣れてしまっていて、改めて iPhone 12 Pro とか12をヨドバシカメラとかで見たんですけど、このサイズ感に慣れてしまってるので、改めて12とか買うと小さく感じてしまって、どうしてもダメでした。画面のインチ数は12でも大きいんですけど、ちょっとそれに慣れずに、やっぱり大きいサイズがいいなっていうことで、ちょっとスペック自体は自分にはトゥーマッチかもしれないんですけど、 iPhone 12 Pro Max を買いました。で、私は決してプロ系解説 YouTuber でもないので、カメラとか動画の見え方の違いは他の YouTuber さんとかがやると思うので、自分は普段見てるアプリが iPhone 7 Plus と12 Pro Max だとどういうふうに画面上で見え方が違うのかっていうのを紹介します。画面はローラです。こんな感じ。一番最初はなんか特に画面今設定してないんですけど、画面が若干黄みがかってるのが特徴ですね。7 Plus の方はちょっとブルーライト、白っぽい感じです。例えばローラの投稿だとこんな感じで違います。多分 iPhone 7 Plus はキャプションが出ないんですけど、12 Pro Max だとここにキャプションが出るぐらい画面が大きいです。例えば彼女のストーリーズだとこんな感じかな。ここに余白がある感じですね。で、 YouTube の写りを比較してみたいと思います。
こっちが音なし、こっちが音ありです。こう縦で見る分だったら、正直ここのサイズはあんまり変わらないかもしれない。ちょっと音下げます。ただ全画面で見ると、これぐらいですね。ちょっと大きくなる感じです。こんな感じ。ここまで映るっていうところが特徴なのかもしれない。全部めっちゃ TWICE、 こんな感じです。はい、今回 iCloud とかを使わないバックアップの方法をやったんですけど、そういう結構びっくりするぐらい便利で、移行が多分エアドロみたいなイメージで全部コピーされるんですよ、こっちに。で、割とこっちですぐ使えるので、すごいびっくりしました。個別でこう引き継がなきゃいけない LINE とかはあるものの、例えば他のアプリとかだったら、なんかメルカリとかも普通にね、すぐ使えるような感じだったので、でも昔に比べたらすっごい便利に移行できるんだなっていうのを知ったので、新しい端末を買うその壁っていうか負担がどんどん少なくなってきてるんだなっていうのを感じました。もうとにかく今回に関しては iPhone7 Plus のもう外カメがもう壊れてて、もう撮っても自動手ぶれ機能みたいな感じになっちゃってるんで、もうとにかく買い替えるしかなかったんですけど、やっと時代最先端に時代に追いついた感じ、新しい iPhone 買えてよかったです。これからはこの新しい iPhone 本当に待ち望んでいたので、これで撮りたい動画がたくさんあるので、日々アップしていきたいなと思います。じゃあねー。